はハングルを構成する10番目の磁母。故障は中。事態によっては台のような形になる。全下を盛り上げて歯茎から口腔外の広い範囲に密着させて閉鎖を作り、一旦空気の流れを完全に塞いだ後、ゆっくりと解放することによって摩擦を伴わさせた音を出す歯茎。航腔外破音の一種を表す。 朝鮮語の派殺音には待機するかそうでないか、高等緊張を伴うかそうでないかによって3、系統が存在する。この字母は待機を伴う激音を表しており、音速記号は C などで表される。初恋では有機無精子系高校外派殺音 T で発音される。外来語の表記では T、T に用いるほか、現代朝鮮語には TS の発音が存在しないため、 TS の発音は、近所音としてこの新字母を用いる。ただし、日本語の、つは、国立国語院の表記法では、で表すことが定められている。修正では、閉鎖したまま解放しないうちは音、T、つまり、修正の、で発音される。ただし、母音が続く場合は、初声化するので無性難航外破裂音のおびき音、T となる。 なおもともと公害化を含んだ音であるので、JK の二重母音を用いても、通常の母音を用いても、音声上の差異はない。君民声音初恋体系では地震の死音に分類されており、君民声音の清掃所では、潮と助身時発、発生と規定されている。その字型は、君民声音改例政治会によるとに筆較を加えて作った加賀字とされる。では、 初恋独用八字に含まれており、地と名付けられていた。地ウという名称は1933年の朝鮮語鉄字法統一案で名付けられた。当時の中国語の詩音には朝鮮語にない波頭音と静止音の区別があった。訓民正音ではこれを表記するために、波頭音には左払いが長い、静止音には右払いが長いのような字型を用意している。初恋の場合、 文化観光部2000年式では CH。末級雲来シャワー式では CH と表記される。修正はどちらの方式でも T と表記される。ありがとうございます。